英検2級のライティング添削していきたいと思います。現代人の現代人はこれ調べてない、これ、破壊力がすげえな。やっぱほうで始まりました、もてつさんチャンネルじゃないや。ほうで始まりました、もてつチャンネル。さあ今回は4浪のですね、英検2級のライティング添削していきたいと思います。英検2級をね、はい、受験したらしいんですけども、過去問なのかなこれは。英検2級のものをちょっとチェックしていきたいと思いますね。 Some people say that people today should spend the last time using the internet と、はい、SVO を取ってますね。相変わらず逆書いてある。いろんな人たちが現代人のインターネットを使う時間を減らすべきだと言ってます。言ってます。居抜き言葉言っていますってこと。こうだと言っている人もいるってことですね、はい、現代人の現代人はインターネットを使う時間を減らすべきだ。 Do you agree with this opinion? ですね、はい、あなたはこの意見に賛成ですか。ここは SV 取ってないんだっていうので、はい、これを見ていきます。最初、I don't think that people today should spend less time using the internet. はい、問題はないですね。I have two reasons to support my opinion. ああ、これ開業しないでくださいね。これいちいち開業してしまうと、これ本番でやっちゃったのかな?しゃっくりが止まらない。ダメですよ。一行一行開業するのは、これパラグラフ変わってるってことになっちゃうから、大減点ですよ。そもそも、英検2級でパラグラフなんかいらない、いいでしょう。はい。First, we, 大文字で書いちゃってますね。ダメですね。はい。文中なのに大文字っていうのはダメ。We can learn a lot of things from internet. From the internet ですね、一応ね。For example, I could learn to cut up many fishes from YouTube and internet. ん?I could learn. 学ぶことができたとか習得できたってこと?could じゃないですね。I was able to ですね。could は能力があったって意味だからね。違う。で、カットアップなんか知らないじゃない。まあいろいろこう切って、これ調べてない。うん、ちょっと疑ってます。メニフィッシーズ、フィッシーズっていうのは、まあフィッシュっていうのが普通ですね。単複同形です。単数形も複数形もフィッシュなんですよ普通ね。で、魚の種類が多い時はフィッシーズって言えるんですけど、でもそれでも使わないね。 from YouTube、 YouTube and internet、 まあわかるけど、インターネットと YouTube の並列はちょっと、まあ、なんていうか、YouTube もインターネットにあるウェブサイトだね。YouTube and other website on the internet とかだったら、まあ、意味は通るかな。いや、ちょっと今までの英作文を見る限りでは、これ調べてる可能性が高いね。で、the second.People today, もうだからダメだって、大文字にしちゃ。で、文中なのに大文字にする癖はやばいですからね。まあ一応ね、ファーストもセカンドもカンマ打っといた方がいいですよ。People today using the internet is necessary to study of university. え?もう文が崩壊しまくってない。え ?Using the internet は people にかかって people is ですよ。People is necessary. 民族が必要。study で、この to study で動詞かと思いきや、オブついちゃってるじゃん。そしたらこのスタディ名詞になっちゃう。じゃあこの to は何?もう崩壊しまくってますね、文が。だから、It is necessary for students ってことかな。students to use the, to use the internet ってことだよね。at university ってことかな。で、まあ、スタディを入れるんだったら when they study at university かな。It is necessary for students to use the internet when they study at university.ってことかな。って言いたいじゃないの。勉強するときには必要ですみたいなね。接続詞とかもう大丈夫?ネセサリーはこんな形取れないからね、そもそも。で、スタディもすごいし、もうなんかぐちゃぐちゃだな。なんだろう、現代の。ああ、for people today ってこと ?using the internet is necessary っていう風にしたかったのかな。その可能性もあるな。いやーでも people today はこれはどう見ても主語でしょ。using the internet。おー、同名詞で主語には見えなかったわ。はい。For example, today times, today times なんていう表現はないですね。today, the university, どのユニバーシティなんだろう。cannot submit the reports only the internet. えぇ?破壊力がすげえな、やっぱ二つ目の理由。一つ目の理由はなんか調べた感がすごかったけど、二つ目は相当な崩壊感ですね。崩壊感っていうのもあれだけど。どういうこと?スチューデンツがレポートを、インターネッ
ットじゃないと提出できないって言いたいんだろうね、多分ね。Today they can submit their reports only through the internet とか、E メールを通してとかって言いたいのかな。多分そういう意味だと思うんですよね。Cannot only だとね、インターネットだけレポートサブミットできない。しかも、ユニバーシティがサブミットしちゃってるから。主語、述語が全然合ってない。Therefore, I disagree with the idea that we should their use of internet. どういうこと ?We should their use of internet. え ?We と their もうよくわかんないし、なんでこう合体してるのか。We reduce our use of the internet とかかな、なんだそういうことが言いたかったのかな。もしくは時間を減らすって言いたかったのかな。シュッと助動詞ですよ。助動詞の後ろには動詞が必要ですよ。助動詞の後ろに their use って名詞来ちゃってますけど。The internet の一応。という感じですね。いや、なんかね、1個目の理由、調べてない?はい。なんかちょっと変な感じがするんですけど。はい。あ、やっぱり、はい。聞いてみました。聞いてみたらやっぱ調べたって。調べてこれかいみたいなね。はい。という感じだったそうです。まあ、二つ目のやつからも文法が崩壊してますね。きちんとやっぱり文法を勉強しないといけません。まず、インプットの方からできてないでしょうね。ちゃんと基礎のところからやんなきゃいけない。で、プラスで、アウトプットの方に関しては、主語、動詞が使えるようにしてください。これは主語、動詞をまず守れていないんで、主語の後ろには動詞を置く。SV にしてください。そして、新しく主語動詞を増やすためには接続詞とかね、関係詞とかそういったものがなきゃいけないんだよっていう、そういう基礎からやり直さないといけないですね。じゃないとこのままだといつまで経っても進まないよ。そう、前にね、感想として単語を勉強しようと思いましたとかって来てたんだけど、いや、そのレベルじゃないよ。まず文法ですね。きちんと一文きれいにというか、字はね、きれいにしようと頑張ったんだと思います。前よりだいぶきれいになってますから、一文きれいに、字がきれいではなくて一文ちゃんとした簡単な文でいいんで、簡単な文で SVO だったり SVC だったりとかね、そういった文を書けるようにすることが大事だと思います。はい。そこからじゃないかな。で、理由としては全然大丈夫なんで、インターネットを通し、多くのことを学べるネットでとか、インターネットないと大学のね、課題とか出せないよとかっていうんだったら、もう全然、まあ理由としては大丈夫なんで、やっぱり文法をきちんとやるっていうのが大事だと思います。はい、皆さんはどう思いますか。まあ四浪から、ね、抜け出すためにはもうちょっとやっぱりきちんとした文法の勉強ですね、してインプットしてアウトプットもできるようにやらなきゃいけないというのが感想です。はい、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.